良発、字は済南は、中国のプロテスタント信者、中国で最初のプロテスタントの伝道師、牧師。広東省、はじめ系譜、光明県鼓浪村出身。1800年から4年漢詩塾で学ぶ。1804年から広州で印刷技術を学ぶ。1809年、イギリスの宣教師、ロバート・モリソンとウィリアム・ミルンと知り合い、二人が翻訳した聖書の印刷を手伝うこととなった。1815年、キリスト教の布教が制限されるとミルンに従って、マラッカに行き、中国語雑誌、サシ世俗毎月冬季伝の印刷と出版を手伝う。翌年にマラッカで洗礼を受け、1821年にはマカオでモリソンから中国で、最初のプロテスタントの牧師案出式される。1828年、故郷の光明県で古典生と共に私塾を開き、中国語の他に西洋の科学や地理の知識、英語を教えた。1834年、清朝からの迫害を受けてマレー半島に逃れる。マラッカではイギリスの宣教師、サミュエル・ダヤーの著作の翻訳、印刷を行う。アヘン戦争の5年後に帰国。彼はアヘン戦争には反対で、イギリスが清と戦争を行えば、中国人は聖書やイギリス人の宣教師を信じないだろうと主張した。良発は文章にも優れていて、キリスト教の書籍やパンフレットも書いている。最も重要な著作は1832年に著したカンセラコト9巻である。カンセラコトは、聖書の内容を紹介しながら、キリスト教の教義を述べたもので、一般人にもわかるように平易にできている。公衆禅が最初に、キリスト教に触れたのが、このカンセラコトだったため、太平天国に大きな影響を与えた。1855年、香港と広州で、布教活動を行っている途中で病にかかり死去。ありがとうございます。